こんにちは、ライムです。ということで今回はオーバーロードコラボガチャパート3、最後のガチャがやってきた、シャルティア・ブラッドフォールン、引くべきか、性能評価。はい、ということでシャルティア来ました。昨日の時点でも一応ね、スキル1がわからない状態での性能を解説いたしました。でちょっとね、あの動画の内容薄いかなと思って、久しぶりに解説動画で実写版やるのすんげー久しぶりだけど、実写版やりましたよ。まあ10あったのか謎でしたけど、まあでも意外と僕が顔出し配信者やってること知らない方いるんだなと思って、コメント見たらしてるんですよ私。はい、まあ関係ないけど、メンバーシップ向けの動画ではね、巨乳女子と遊んでみたっていう動画トーンもねアップしてるんで、ぜひね、あのそちらも見てほしいなと思います。でだ、今回解説動画出すんですが、この後にですね、オバロのガチャまとめ、これで最後のガチャになるんで、まあ、優先の解説動画っていうところもちょっと出したいなと思ってるんで、まあ、結局どれ引いたらいいのって悩んでる方はそちらもぜひ見てください。ということで僕の動画いつも長くなるので、最後にまとめ書いておきますので、長いなと感じた方は最後まで飛ばしてください。ということでいきます。じっくり見たい方は見ててくれ。はい、ということで今回は、シャルティア・ブラッドフォールン、闇属性の魔法攻撃タイプで、攻撃の成長型ってことになってますね。まあ、今月出たキャラ全て攻撃成長型ということです。はい、で勢力は霊言精神、一途の愛情、臨戦の闘志、これは割と恵まれてる方かなって思ってます。一応臨戦の闘志に含まれるので、カゴベルザードのサブとして使っていくことはできる。ただ残念ながらね、臨戦の闘志の他のキャラが物理キャラに対してのバフっていうものが多くなっているので、基本このシャルに関してはバフが乗っかってこないとか、そういったことも出てくるので、まあ正直そこまでこの臨戦の闘志に入れて生かせるかって言われたらちょっと微妙なところはあるんだけど、一応、まあ、今回のですね、オバロコラボのカゴキャラ以外でも、そういったところでの活躍は、まあ、使おうと思えばっていうところがあるのかな。まあ、わかんないですけどね。また今後、臨戦の闘志に関係するようなカゴキャラが出てくることもワンチャンあるかもしれないのでね。はい。まあ、とりあえず、霊言精神と一途な愛情勢力ということです。はい。それから、奥義。敵全体の通常ダメージの 300% の闇属性魔法攻撃で、こちらが極み奥義になることができて、ダメージ2倍ですね。で、あと敵全体の魔法攻撃耐性1ターン 15% ダウンということになっているんで、シャルティアを入れてる場合ですと、最初に打ってあげるとそれ以降の、キャラのね奥義とか、そういった威力が 15% ダウンされた状態でダメージ与えることができるのでということだね。はい、まあ、全体奥義だからちょっと使える場面が限られてくるのかなという、敵が複数体出てくるような、まあ、ターンリミットバトル、多分おそらく来週末か今週末あたりにあると思われる武勇祭 Z、 来週かな、来週の月曜あたりからありそうだよね、武勇祭 Z。 そこからですね、多分あのボスバトル1あたりで複数体3人出てくるターンリミットだと思われるので、そこで活躍できそうかなっていうのと、あと英傑杯のフィニッシャーかな、英傑杯だと全体奥義結構強いので、そういったところでの活躍もワンチャンあるかなって、舞台効果次第では。うーん、まあそんなとこですかね。はい、であとスキルの詳細見ていくとですね、こちら、これ昨日の時点では分からなかったバフの内容なんですが、まあ、やはり、今回チャージ型ということなんで、コスト重め、コスト80で、霊言精神または一途な愛情勢力の奥義の発動庫のダメージ力一旦 70% アップ、敵全体の防御力一旦 80% ダウンということですね。まあこれはね、正直残念だったなというか、弱いな、ありてに言うと弱いかなって思っちゃう。弱くはない、弱、ちょっと言い方むずいけど、その結局価値観にもよってくると思うんですが、僕は汎用性が高いスキルを強いって感じるタイプなんですよ。なんか
その局所的に使えるからこれ強いよねっていう感じではないので、僕の捉え方としてはやっぱり汎用性が高い、どのクエストでも使える、どの勢力でもどのパーティーでもある程度の活躍を見込めるよっていうキャラを強いっていう定義にしてるんで、僕の中ではっていう定義でいくと、今回のこのスキルについてはちょっと汎用性狭いよね。勢力バフっていうことになってくる。で、霊言精神と一途の愛情勢力にしか乗らない奥義バフだから、実際その霊言精神と一途の愛情勢力ってどんなキャラがいるのっていう話なんだけど、これだね。これで合ってるよね。僕がさっき出したやつ、あ、ごめん、一途の愛情入ってなかったわ。この二つだね。だからこうなるわけか、対応キャラって。まあ僕も全キャラ引いてるわけではないので、もう少し多いと思うけど、まあ、今回のシャルティアももちろん入ってくるし、もうちょいだけ多いけど、まあ基本こんな感じなんですよ、中身は。で、このキャラにしか奥義バフが乗らないってことを考えるとちょっと微妙かな。なんかこの中で特定の高難度とか武勇祭でフィニッシャー担当してるようなキャラってまあそんなにいないよね。使うとしたら風日向とか、風日向と闇アルビスとか、その辺は使うかもしれないけど、あとはまあ本当に局所的に、まあこれこっちのあれか、水シンシアは使うか、魔法のね、このハロウィンシンシア、ハロウィンシンシアはまあ使うこともあるか。あと最近出たこちらのですね、進化シンシア、こちら物理の水なんで、これも使うことはあるかもしれませんけど、まあいずれにしろちょっと狭いね、狭いです。で、なおかつ奥義バフ 70% だったら、あの別に今回のシャルティアである必要は全然ないんだよね。奥義バフぐらいだったらできるキャラいっぱいいるんで、別に極み星5キャラじゃなくたって、普通の星5キャラでも奥義バフできるキャラいるよね。で、今回の相性いいキャラにしても、闇属性のミリムね、1周年ミリムが奥義バフと、あと闇属性のキャラの攻撃力 25% アップっていうバフ持ちなので、別に闇ミリムでよくねってなっちゃうよね。で、仮に闇ミリム持ってない方だったら水着シュナでもいいわけだし、あと最近のキャラで言えばジョーヌ、あれが奥義バフ 100% アップとか持ってるんで、別にそっちでよくねってなっちゃうね。まあもちろんこの追加効果の防御力 80% ダウン、これは今現状の防御ダウンの中では最高倍率になっているんで、まあこういったことを考えれば、もちろんこのオーバーロード編成においてはシャルがいれば火力が出しやすい状況っていうのは当然あると思うんだけど、あのみんながみんなね、全ての全キャラを課金して引いてるわけではないと思うので、やっぱね、無課金の方も当然いるだろうし、微課金の方もいるだろう。そういった方はその石をね、どこでどうやって使っていくかってことが当然ながら重要になってくると思うので、そうなってきた時に、まあ他のさっき言ったようなキャラで代用できるんだから、まあ無理して引かなくてもっていう感じになっちゃうよね、どうしてもね。ただこの組み合わせ自体は初めてかな、奥義バフと防御ダウン自体は初めてなので、まあ、そういったところに希少価値を見出して引くっていう人も、まあそれはガチ勢だね、ガチ勢的な考えだね。まあなので、もう本当にシャルが好きか、原作ファンでね、シャルが好きです、シャル推しですって人か、まああるいはもうウルトラガチ勢、ワンチャンこれ英傑杯でも使えるかもって引くとかね、そういった方かなって思う。あと間違いなく武勇祭絶では活躍すると思うね、闇属性だし、敵が3体出てくると思うから、ボスバトル1だと。その中では多分今回一番シャルが火力出せると思うので、まあ武勇祭でトップ10、まあトップ10はいかなくて、まあ 0.1% 狙いとかね、まあそういった方は引いてもいいのかなとは思いますけどね。はい。で、スキル2、
こちら、レベル7以降で消費ポイント25、敵全体に絶望チャージ数1加算。絶望状態については効果内容一緒だね、アインズとアルベドと一緒なんで、まあ内容自体割愛しますが。で、あと、自身の奥義ゲージ 30% アップがついてます。まあ昨日の動画でも言ったんだけど、これ正直アインズとアルベドとほぼ一緒で、絶望のチャージは一緒で、で、違う点で言ったら、アルベドとアインズが、マスオコンの増加量のアップっていうバフなんだよね。で、もうシャルに関しては、他にね、ゲージ増加量するものがないから、まあ、自身の奥義ゲージアップっていうところにしてきたんだと思うけど、多分一番微妙だね、3人の中で。奥義ゲージ 30% アップは、まあ、早く奥義貯められるっていう利点、それを活かして、例えばターンリミットで、途中でシャルの奥義1回打って最後でもう一発打つみたいな立ち回りもできなくはないと思うんだけど、まあ本当活躍ってそれぐらいなもので、結局奥義ゲージ 30% アップにしてもチャージ型編成であれば最終ターンで3体の極み奥義を貯めていくっていう都合があるから、シャルだけ溜まってもあんまり意味がないっていうのがあって、結局自身の奥義ゲージ貯めることの利点っていうのがあんまりない。結局3人とも貯めるしみたいな。だからマスオコンの運ゲーがちょっと減るぐらい、 30% 使うたびに 30% 増えるから、あんまりシャルの顔のマスオコンが来なかったとしてもシャルは貯めることができるみたいな、それぐらいの利点なので、立ち回り上運ゲーが減るよっていう、そんぐらいで、他のキャラは普通に貯めなきゃいけないのは変わらないのでってことを考えると、まあこの奥義ゲージアップがついたからといって評価がすごい上がるとかそういうわけでは全然ないかなというところだね。で、あと英傑特性、これはね強かった、想像してたよりも。これ一旦敵全体の魔質変化系戦闘スキル封印、これ何かっていうと普通にマソコン変換だね。要するにね、マソコン変換系を封印して何もできなくするよっていうことになるから、まあそういった意味で自己死を防げる。このターンで変換やられちゃったらちょっときついねとか、嫁シュナとかね、それから水着、日向のね3枚変換とか、それやられたらちょっときついわみたいな場面あるよね。そういったことを未然に防ぐことができるっていうのが、まあ利点かなと。これ結構使ってるね。この間の、英傑杯ランキング戦の生放送でもねやりましたけど、うん、まあなんで、まあそういったところでも一応英傑杯適性もあったりしたりしますね。はい。それからキャラ特性については、技能のマスオコン6コンボした場合、時短攻撃力アップ。これは微妙だね。これあってもなくてもって感じ。本当にウルトラガチ勢がちょっとのダメージをこだわって、特性で火力を出す場合だね。まあ、僕ぐらい平凡な人だったらあんまり関係ないです、これ。はい、ということですかね。とりあえずシャルについてはね、ということで長々と語ってきましたが、シャルティアブラッドホール新ガチャ引くべきか。はい、シャルに関しては結局スキル1も2もまあ平凡だったかな。なんで余裕でスルーしてもいいと思います。これスキル1もちょっと期待してた会心力アップと会心耐性ダウンとか、まああるいはなんだろうな、奥義バフと会心力アップとか、攻撃アップと会心力アップとか、そういったものであれば今までにない結構良さげな組み合わせだったら、ワンチャンあったなと思うんだけど、中身がなんとね、勢力固定の奥義バフなおかつ防御ダウンっていうところで、確かに今までない組み合わせだったけど、ちょっと汎用性狭いわ。奥義バフだったら他のキャラで代用できるし、防御ダウンも他のキャラで代用できるちゃう、できちゃうってことを考えると、まあ、ほぼ今月だけかなっていうことになりますので、本当に原作ファンでシャルティア推しですって人とか、あと魔王流ガチ勢の方かな。多分、一部ね、英傑特性が魔質変化封印で、奥義が全体奥義、なおかつバフ持ちってこともあるから、舞台効果次第によっては、ワンチャン、このシャルが、フィニッシャーとして活躍する場面もあるかもしれないぐらいなんで、まあ、無理しなくても、今の現状の手持ちでも、全然英傑杯ランキング戦、
トップ100ぐらいだったら入れるんで、まあ、特にそこまでしなくてもという感じはありますね。はい、そんな感じでしょうか。で、多分ね、僕もガチャ引かないわ、これ。シャルは。シャルのガチャ動画やらないと思うので、ご了承ください。で、あとこの後冒頭でも言いましたが、オーバーロードコラボガチャすべてのまとめ、優先度解説動画もアップする予定なので、ぜひね、そちらもお楽しみください。といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。